よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。私の価値を定めていいのは秀吉様のみだ。たかが帝ごときに私を測るし頼もしいな、鹿の殿。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、義輝様。やるな、殿。だがその程度で満足しては君は勝てぬ。これで引かぬとは敵の必須というわけか。ここにも春様はいない。ということは時よ、人もなぜこぞって移ろいゆく。揺るぎなき信念を持つ者か。面白い。他の者の侵入を阻んだ勇士には褒美を取らせ、見事してみせよ。いざ承知。いいわ、来て。わらわのいるところまで。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。器もみじにこぼれて落ちよう。危なくなったら母親さんだけでも逃げてくださいよ。ある。草を奪われたか。これ式の戦にて何たること。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。分かった。感謝しよう、鹿の友よ。お前に切れぬものがある。三成、あのお方は底なしの器よ。それ唯一。姉上、またそのような傍若無人を。七の笹者、一も頑張る。王様に認められるように頑張る。それは見事、類いまれなる技の使い手だな、友よ。背を向けた者か、主を見捨てた者から切る。これは足利の民だ。それ以外の生き方などできぬ。ほんのわずかな敗勢すらありえてなるものか。力で劣るならば地で勝れ、地でも劣るならば鉄迫で勝れ。何もかもが足りぬ。兵の連動もそれがしの才も。たった誰なの。どうしてうちは役に立たないの。七の笹様、ねえ聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。双方良き試合であった。褒めて使わす。ご苦労様、また後でね。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ほら、体のことだったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めして。あげる。それでこそ我が騒ぎ。わらわを欲しているの。それとも別のもの。いや、おいで。食べると思うな。三成様の忠心が豊臣を千年の繁栄に導くのだ。
り邪魔してね、お前たち。残る砦は予知したというわけか。面白い。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしき顔だよ。そうかしら、わらわの方がすごいじゃない。皆の熱、この義輝しかと感じているぞ。拙者が敵方であればすでに尻尾を巻いておりますぞ。室町が重む万夫百獣に知らしめよ。ははいい、体で勝負をするの、わらわとあなたのね。痛い、この者と義輝様との立ち合いを。大石大満大吉、これが豊臣の左腕石田三成様の御祭壇でいい。あとは任せるわ。わらわちょっと喉が渇いたの。誰か、いなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。たまには無茶でもしてみるか。足軽入ります。認めたくないものだ。王朝に陰りありなどと。うん、ならばこれではどうかな。ハハハハ、早いな友よ。素晴らしき神技体の持ち主だな友よ。これが命を絶つという感覚。さあ勝負はここからだぞ。試合を続けよう友よ。その魂の赴く先か。なるほどな、いいぞ曲がつろ友よ。新たな己を手にするがいい。新たな私だと？そんなものは必要ない。ただこれまでがあればそれだけでよかったんだ。願わくば世に変わり時代を作れ。面白き時代を。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。